ポルシェ・ケイマン、ケイマン、ケイマンは、ドイツの自動車メーカーポルシェが製造する、二人乗りスポーツカーで、オーブンカーである、ボクスター、987型からの派生した、クーペモデルである。車名は、アリゲーター属の爬虫類である、ケイマン、カイマンに由来する。トランスミッションやサスペンションなど、ボクスターとの部品の多くを共用している。2005年9月のフランクフルトショーで、 k ン s が発表された。アメリカでの価格は58,900ドルと、ボクスター S-987 型、前期モデルの54,700ドルより、わずかに高価な設定とされた。スポーツカーとしての基本要素は、リアエンジンよりもミドシップの方が優れているが、上位車種である911を、ラップタイムで上回らないように各部の性能を、制限して意図的に、 同時期の911よりもくなるように配慮されて設計されていた。ミッドシップマウントされた水平対向6、気筒エンジンは、ボクスターのエンジンブロックをベースにボアアップして 3387cc としたものに、911、997型のシリンダーヘッドとクランクケースが組み合わされて作り出された。カムシャフトも997型の911。 カレラ S のものが使用され、可変バルブタイミングリフト機能、バリオカムプラスが911以外で初搭載された。ボアファイ 96mm ストローク 78mm 圧縮は11.1とされた。レッドゾーンはボクスター S のエンジンより 100rpm 高められ、最高出力は 295ps、6250rpm を発揮した。 愛心性の6足 MT 仕様と5足 Tiptronic S 仕様が用意された。6足 MT のギア比の設定はボクスター S を基本としているが1足と2足は加速性能重視のためにローギアード化された。Tiptronic S はステアリングにあるボタンを操作することによりマニュアルでシフトアップダウンさせることも可能である。0時速 100km 加速は5.4秒。 6.1秒 MT ティプトロニック S。機械式 LSD はオプションでも選択することはできなかった。ブレーキディスクはフロント側が直径 318mm で厚さ 28mm、リア側が直径 299mm で厚さ 24mm であり、前後とも対向4ポットキャリパーが装着された。19インホイールとされ、 全235、35と、あと265、35のタイヤが設定された。車体前半部は、基本的に、ボックスターと同一で、バンパーやヘッドライトなどの外装部品を小変更することで、差別化を図っている。クローズドボディとなったことで、曲げ合成は、ボックスターの2倍に達した。ねじれ剛性は911、997型に、 わずか5%を取る数値に設定され、997型を超えないように設計された。リアは、ハッチバック形式で、ボックスターの後部トランクの容量に加えて、エンジン上部のスペースが収納スペースとして加算され、容量、約260リットルのラゲッジコンパートメントとなった。フロントには、約150リットルのラゲッジスペースを備えている。リアスポイラーは、 時速 120km を超えると、自動的に 8cm 持ち上がり、ダウンホースを発生し、時速 80km を下回ると、自動的に格納される。2006年8月マイナーチェンジ。ベースグレードとして 2687cc 水平対向6気筒エンジンを搭載する、ベースグレード、K マンが追加された。2687cc モデルには5速。 MT 仕様と5足、ティプトロニック S が用意された。またオプションで6足、MT 仕様も設定された。こちらの0時速 100km 加速は6.1秒、7.0秒、MT、ティプトロニック S。2007年8月ポルシェジャパンは、黒を基調とした内外装に加え足回りを、スポーツ化した、K マンの限定モデル、K マン S ポルシェデザインエディション1を、限定15台。 全世界777台車両本体価953万円で発売すると発表。生産はユーロ圏10月、その他の地域11月開始。トランスミッションはティプトロニック SAT のみの設定であった。オプション装備であるポルシアクティブサスペンションマネジメントが標準装備され、ホイールが19インの911ターボホイールを装着。 タイヤはフロントが 235-35ZR19、リアが 265-35ZR19 となる。内装に腕時計、クロノグラフ1をデザインモチーフした小変更が施されている。動力性能は k n s と同一。911GT3 のイメージを与えた k n s 2 0 0 8年8月5日受注開始モデル。 k m マンに特別使用車 k m マン S スポーツが追加。この特別使用車は k m マン S をベースとしており、エンジン排気量こそ従来モデルと同じ3.4リットルながら、最高出力がプラス 8PS の 303PS となるスポーティモデル。足回りにもポルシェアクティブサスペンションマネージメントシステムが装着されて車高が1 0ト、mm、ル下げられ、19イン。 スポーツデザインホイールが装着されている。911GT3 と同様のブラックのリム、ドアミラー、エアインテークグリルはスポーティなカラーコントラストを提示します。ブラックインテリアデザインパッケージやメーターフードのないダーボードと相まってスポーツ性を演出しています。さらに HID ヘッドライトやスポーツクロノパッケージ、スポーツシート、スポーツエグゾーストシステムが 標準装備され、サイドにはモデル名がデザインされたロゴをあしらっています。ギアシフトレバーやパーキングブレーキレバー、ステアリングのリムがアルカンターラ仕上げとなるなど、911GT3 を彷彿とさせるスポーティな特別使用者に仕上げられた。ボディカラーはオレンジとグリーンがスタンダードカラーとして用意され、追加、またはオプションとしてブラック、ガーズレッド、 スピードイエローなども選択可能。グローブボックスには限定モデルであることを示すエンブレムが設けられている。トランスミッションはティプトロニック SAT のみの設定であった。世界限定700台のうち日本には10台が導入されるが、その日本仕様には室内センサー付きアラームシステムとレッドテールライトが特別装備される。価格は ベース車両の K-1S に対し、166万円高の994万円となっている。2008年11月19日、LA オートショーにて、ボックスターと同時にビッグマイナーチェンジを発表。全写真設計の直噴エンジンを搭載。ベースグレードの K-1 の排気量は 2892cc に拡大され、165kW、265PS。 7200rpm, 300nm, 4400から 6000rpm, K-1S は 3436cc に拡大され、235kW, 320PS, 7200rpm, 370nm, 4750rpm。トランスミッションは MT が通常モデルが5速から6速に、ティプトロニック S が デュアルクラッチトランスミッションの7足 PDK にそれぞれ変された。フロントおよびリアのバンパーやヘッドライトのデザインに変更が加えられ、エアインテークの形状にボックスターとの差別化が図られたフロントフォグランプの形状は従来同様に円形。また、テールライトが LED となり、日本使用者では全車クラリオン製カーナビゲーションが標準装備となった。 2010年12月14日、K-Man シリーズのフラッグシップモデルとして発売された。エンジンは、K-ManS と同じ 3436cc で、あるが最高出力が高められ 243kW330PS 7400rpm 370nm 4750rpm となった。 最高速度は時速 280km。オーディオの廃止、エアコンのオプション化、内装の簡易化、標準より 15kg 軽いアルミ製度は、軽量シートの採用によって、K、K1S よりも 55kg 軽量化された。外観の際は専用デザインの固定式、リアスポイラーと、ボディカラーがペリドットメタリックであることのみ。車高はサスペンションの仕様が異なるため、 k ン s 比で 20mm ダウンしている。リミテッドスリップリアディファレンシャルが標準装備された。トランスミッションは7速、PDK と6速 MT が用意された。ベースとなったのは987型ボクスター、スパイダー。2011年7月より、全世界500台限定で発売された。k ン s をベースに、k ン r と同じ 330PS 仕様としたもの。 ダッシュボードトリム、シフトレバー、セレクターレバートリム、メーターパネルのダイヤルもブラックとなるなど、内外装の外観上の細かい簡易な変更のみ。二代目となる k 八十一 c 型は二千十二年十一月二十八日、ロサンゼルスモーターショー十二で発表された。最高出力二百七十八 p s の K-MAN と二十九 p s の K-1S の2モデルが用意され、日本での予約受注は2012年12月18日となった。ヘッドライトやサイドやインテークの形状などは981型ボックスターを受け継いだ。トランスミッションは6段 MT または7段 PDK が装着された。デザインの変更により、後部トランクは先代と比較して大幅に容量が減った。 詳細は981型ボクスターの項を参照。3.4リターの 340PS エンジンを積む。パザム、スポーツクロノパッケージ、20インチホイール、スポーツシートなどが標準装備された。価格は6段 MT が915万円、7段 PDK が979万円。2015年7月より販売が開始された追加モデル。 日本では2015年2月より予約が始まった。上位車種である911彼らのベースグレードを 35PS 上回る 385PS を発生する3.8リットルエンジンを搭載したことが最大の特徴で、外装には非収納式の大型リアウィング、専用リップスポイラー等を装備、ブレーキ他991型 GT3 の サスペンション部品が多数流用され、車高はオリジナルと比較して 30mm 下げられた。またオプションで、リアロールケージ、消火器、ドライバー席の6点シートベルトの装着も可能。これらの装備は、ドイツモータースポーツ連盟によるイベント向け規定をクリアするものであるとされ、エンジン本体は991型のカレライス用と同一であるが、出力は カレラ S 比でマイナス 15PS となっており、これは911と異なる排気管の取り回しの都合上とされている。トランスミッションは6速マニュアルのみで、ギア比を含め既存の k ン s k ン GTS 用と同一だが、シフトレバーは 20mm 短縮された。PDK は新規開発する余力がなかったという理由で見送られた。2015年12月10日発表。 ボクスターと共に2016年度中に導入予定。これまでの水平対向6気筒自然吸気エンジンから水平対向4気筒ターボエエンジンに変更される。エンジン以外のエクステリアやインテリア等に大きな変更はない。本モデルよりモデル名は K マンから 718K マンに変更される。ボクスターも同様に718ボクスターとなる。 718の名称は1957年に製作された4機とミッドシップエンジンレーングカー、ポルシェ718に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。